私たちが最近見ているように、来年私たちがどこへ向かうのかについて、これほど悲惨な予測を覚えたことはありません。インターネット上の至るところで、主流メディアと代替メディアの両方、さらにはチャンネルや霊能者によるビデオでも、非常に厳しい見出しを目にします。世界の終わりへの準備はできていますか？2024年の世界的な金融危機、第三次世界大戦は避けられない、中国との戦争に備えている、AI が世界を乗っ取りつつある、などの見出しを目にします。いろいろと、慌てふためいている人もいる。薬物を使用してチェックアウトしている人もいます。さらに、何が起こっているのか全く気づいていないか、恋に全てを無視して、これまでと何も変わっていないふりをしている人もいます。新しい人類が生まれつつある。そして、世界で起こっているように見えることに全力を尽くしながらも、そのすべてに対する絶望、怒り、恐怖に屈しない人たちがいます。どういうわけか、私たちは、これが世界の終わりであることを知っていますが、他の多くの人が、これを想像しているわけではありません。私たちが知っている世界は、確実に滅びつつあるということを、私たちは、心の中で知っています。しかし、それは人類の終わりではありません。実際、古い三次元世界が滅びつつある、この激動の日々の中で、どういうわけか奇跡的に新しい人類が、実際に誕生していることを私たちは知っています。人々は私たちの政府の闇の腐敗と、これらの政府を支配し、世界中で戦争に次ぐ戦争を引き起こし続けている少数のエリートグループに、これまでにないほど目覚めています。私たちの多くは、分断と憎しみの考えが、メディアやソーシャルメディアを通じてどのように押し広げられているかをはっきりと認識しており、私たちはもはやその意識に引き込まれないようにしています。私たちは常にあらゆる方向から私たちを攻撃する嘘に気づいており、もはやそれらを信じていません。そしてできる限り私たちは抗議し、すべてに対して反対しています。あるいは私たちは社会の崩壊した残骸に背を向け、愛、尊敬、協力に焦点を当てて生きる方法を学ぶ独自のコミュニティを構築しています。新しい地球が生まれつつある。おそらく最も重要なことは、地球が近い将来、いわゆる5次元へと移行しようとしている重大な移行について、最近ますます多くの人が知っているということです。惑星が非常に高い周波数の光の波を発する宇宙の部分にますます深く移行するにつれて、誕生しつつある新しい地球について、現在、無数のブログやビデオがオンラインで急増しています。彼らは、この高周波の5次元地球が誕生しているため、古い地球は崩壊して死ななければならないと説明しています。多くの人にとって、これはありえないことのように思えるかもしれませんが、この現象を知っている私たちは、その現実を骨の髄まで知っているだけです。私たちは、そのために生まれた時代なのです。来年以降、私たちは生き抜くだけでなく、導かれるままに、新しい地球を創造し始める時期です。スピリチュアルな目覚め。したがって、現時点で世界で起こっていることは、数えきれないほど恐ろしいものですが、私たちは楽観的に、そして前進し続ける決意を持って進み続けます。私たちが、これを行うことができるのは、私たちが、これまで以上に深い方法で、個人レベルで霊的に目覚めつつあるからです。世界で起こっていることの現実だけでなく、それは不可欠なことですが、多次元の光の存在としての自分自身の認識にも目覚めています。そして私たちは今、5次元意識と呼べるものの経験をし始めていることに気づいています。私たちは
この高い周波数に浸ったり抜けたりして、これまで経験したことのないほど深い愛を経験しています。世界で起こっているすべてにもかかわらず、私たちの中に信じられないほどの喜びと感謝の気持ちが時折湧き出てきます。そして私たちの生活の中で深い喪失や混乱をきたしている変化を経験している時でさえ、深い平安が突然私たちを包み込むことができます。私たちが焦点を当てているこの新しい高周波の意識こそが、私たちを正気に保ち、次に何が起こっても乗り越えさせてくれるのです。そしてそれは様々なレベルで大きな変化と崩壊を約束する、あらゆる激動の占星術的構成と世界情勢に押し流される来年に向けて、私たちを楽観的に保ち続けるものです。